三流木萌え花は、名担当は、田口はじめによる日本のライトノベルである。差し絵は、うが担当している。MF 文庫 J から2009年により、全三巻が刊行された。本作の各章の始めには架空のライトノベルのあらすじが記述されているが、この架空のライトノベル群が結果として、田口の次回作、この中に一人、妹がいる、につながることとなった。 時藤光一は小説を書いたものの売れずに小説を書くのをやめようかと考えていた。しかし、三流木萌え花にもう一度書いてみないかと誘われて、再び小説を書くようになる。しかし、それは燃えるライトノベルで百万部を売り上げるというもので、本作において行われた読者企画は結果として田口の次回作を生むきっかけとなった。本作の各感各賞冒頭には、 架空ライトノベルのレビューコーナーが記述されている。最終巻である第3巻において、これらの架空ライトノベルのうち、実際に読んでみたいものはどれか、お読者に問うモバイルアンケートを行ったところ、票が伸びるであろう。作中で複数回登場した作品以外では、妹が婚約者が多数の票を集めた。この結果を受け、 田口自身もこのテーマを膨らませれば面白くなりそうだと感じたことから、プロットを改めて書き直した上で現実のライトノベルとして企画刊行されたのが田口の次回作、この中に一人妹がいる。である。以上の経緯については、この中に一人妹がいる。小説第一巻後書きにおいて、田口により語られているほか、MF 文庫 J 担当者に対する、 インタビュー記事においても、同様の内容が述べられている。いずれも MF 文庫 J から刊行、全3巻。2009年9月30日初版 ISBN978 から4から840130295。2009年12月31日初版 ISBN978 から4から840131308。 2010年3月31日初版 ISBN978 から4から840132510。ありがとうございます。